皆さんこんにちは、フジロクです。今回は 300% 成功する半熟オムライスを作っていきたいと思います。半熟のオムライスってどうしても卵が固くなってしまったり、あと卵の量が結構必要だったりしますよね。今回の方法は少ない卵でもできますし、誰でも簡単に作れるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速作っていきましょう。詳しいレシピは概要欄に記載してありますので、そちらをご覧ください。ではまずはじめに卵を割っていきます。卵のサイズは L サイズを使っていますが、 M サイズでも構いません。そして動画では3つ使っているんですけども、これも2つでも大丈夫ですよ。大事なのはフライパンの大きさだったりするので、卵のサイズに合わせたフライパンがあるのであれば2つでも作ることができます。そしてこの中にお塩を加えていきます。お塩は1つまみ3本指で必ずこのようにつまんでください。お塩の種類なんですけども、サラサラの食卓塩、精製塩のようなものは辛くなってしまうだけのことが多いので、私がおすすめするのはしっとりしたお塩です。そしてしっとりしたお塩1つまみ入れたら、大さじ1の牛乳を入れます。動画ではそのまま入れてるんですけども、入れすぎるとすごく難しくなってしまうので、皆さんは必ず大さじ1のスプーンで測ってから入れてください。そして胡椒を入れて混ぜ合わせていきましょう。ここで混ぜる時のポイントなんですけども、卵白のコシをしっかり切るように混ぜていきます。菜箸で混ぜてもいいですし、動画のようにこのような小さな泡立て器で混ぜるのもおすすめです。小さな泡立て器の方が混ぜやすいと思います。ちなみにこちらはですね、ダイソーで買った商品ですよ。これすごく便利なので一つ持っておくとすごく役立つと思います。しっかり卵のコシを切っていってください。それでは焼いていきたいと思います。動画では私のキッチンの業務用のガスなんですけども、皆さんご家庭のガスで大丈夫です。火加減は弱火と中火の間ぐらいですね。まずはフライパンを温めていきます。このフライパンの大きさ非常に大事です。今回使ってるのは20センチの直径のフライパンを使っています。直径20センチのフライパンだと卵2個から3個がちょうどいいと思います。卵の量が増えるともう少し大きめのフライパンがいいですね。ちなみにこちらフライパンね、500円で購入しました。やっぱりねフライパンね、新しいのがいいですね。ちょっと卵がくっつくような古いフライパンは使わないようにしてください。それではこの中にバターを入れて溶かしていきます。バターは無塩でも有塩でもどちらでも構いません。オリーブオイルなどの植物油でも OK です。それでは今から温度チェックをしていきます。皆さんもよく耳を澄ましてお聞きください。もうちょっと待ちます。まあこんなもんかな。これくらいチリチリとした音が鳴ったら、卵の量のこの3分の2だけを加えていきます。3分の1は残してください。そして急いで卵を外から中に向けて混ぜていきます。スクランブルエッグを作るような感じですね。ここまではね、普通のオムライスと同じだと思います。柔らかいスクランブルエッグができたら、こちらを先ほど残しておいた3分の1の卵の中に入れていきましょう。そして先ほどの泡立て器でもう一度混ぜていきます。今回のねオムライスは1回目でふわふわ卵を作って、2回目もう1回焼くんですけど、2回目で外を固めるという2段階の作り方になっています。なぜこんな回りくどいことをするのかというと、大体オムライスってみんな焦ってね焼きすぎたり失敗することが多いんですよ。なのでわざと2回に分けています。それでは緊張の2回目やっていきましょう。フライパンが汚れていたら一度洗っていただいて大丈夫ですよ。綺麗にしたフライパンにもう一度バターを加えていきます。そしてまた温度チェックをしていきましょう。あのチリチリっとした音、皆さん覚えてますか？あの音がするぐらいフライパンが温まったら、先ほどのスクランブルエッグ流して焼いていきます。
加減も先ほどと同じで中火と弱火の間で焼いていきます。ちょっと動画をせっかく作成してたのに卵の中にねちょっとね血の塊があったので今取り除いています。皆さんも卵を割ってね赤いのがあったら取り除くようにしてくださいね。フライパンに卵を流したら弱火と中火の間でだいたい20秒ぐらい加熱しましょう。あとはもうフライパンの余熱で火を入れていきます。そして今からですね卵を三つ折りしていきます。まずは手前から奥に向かって折ります。そして次は奥の分ですねを手前に向かって折っていきます。こんな感じでねちょっと中は生っぽいんですけどもこのように三つ折りをしてください。右上にももう一つ動画を作ってみたんですけどもこちらフライ返しですねとっても難しいです。優しくひっくり返すためには耐熱の柔らかいゴムベラがいいのでゴムベラを使ってよいしょとはい持ち上げてひっくり返していきます。あとはこのひっくり返した部分ですねはいここを下にしてまた余熱でくっつけていきましょう。この時に丸くなるようにゴムベラで成形していきましょう。寄せて丸くしていくイメージですね。はいこれでねもう完成でございます。右上はちょっと火がついてますね。柔らかすぎるな難しいなと思ったらもう一度加熱しても大丈夫です。そして閉じ目が下になるようにしてご飯の上にゆっくり置きましょう。この時ね転げ落ちないように気をつけて細心の注意を払っておいてください。できたら熱いうちに包丁を入れて卵を開いていきましょう。完璧じゃん。完璧です。完璧じゃん。あとはケチャップとパセリをかけて完成なんですけども今からですねこの皆さん気になってると思います下のご飯の作り方もシェアしたいと思います。完成。せっかく美味しいオムライスを作るので今日は特別なお米を用意してみました。皆さんこちらご存知ですか？プリンセスサリーという品種のお米になっています。簡単にこのプリンセスサリーを一言で説明すると日本のタイ米ですね。ちょっとこの細長いのが特徴です。この細長いのね単体で見たらちょっと分かんないと思うので今私がねこちら皆さんに見せますよ。はいコシヒカリです。どうですか？ちょっと丸い感じがしませんか？多分これを普段食べてる方多いと思います。でこっちね、奥の方に見えるのがプリンセスサリーです。少し細長いですね。でタイ米とかねインディカ米とか細長いお米食べたことある方たくさんいらっしゃると思うんですけど結構パサパサしませんか？でねパサパサするのでまあパラパラになって美味しいんだけどちょっとお米特有のね甘さとかいうのがちょっと少ないなっていうのがあるじゃないですか。ただこのプリンセスサリーはその日本のお米の良さもありながらタイ米みたいな細長い米のパラッと感両方持っているのですごくね美味しいんですよ。ね、私もねこれ炊いてみたんですけどどうですか？あんまりパサパサしてなくないですよね。なので普通に食べられるしこれをですねオムライスの中のチキンライスにしてもチャーハンにしても美味しいのでね今日はこれを使って美味しいガーリックバターライス作っていきます。フライパンに刻んだニンニク、オリーブオイルを入れて弱火で熱していきましょう。刻んだニンニクがポイントですよ。チューブのニンニクはね、油の中で跳ねちゃうので気をつけてください。この中に玉ねぎ、そして今回はですね、焼き豚使っています。ベーコンとかソーセージとかね、お肉を入れてください。そしてしんなりするまで炒めていきましょう。お野菜とお肉がしんなりしたらこの中に先ほど炊いたご飯を入れていきます。ご飯は冷凍ご飯でも大丈夫です。そして全体をなじませていきましょう。
プリンセスサリーはですね、すっごくねパラパラとなりやすいので、これずっとね弱火でやってるんですよ。普通だとね、なんか強火で急いでやらなきゃ、水分飛ばさなきゃって思うかもしれないんですけど、このお米だったらね弱火でも大丈夫です。で、この中にですね、いろいろ調味料入れていきます。バター、塩、胡椒、ガーリックパウダーですね。はい、ギャバンのものを使っています。ガーリックパウダーはなかったら入れなくても大丈夫です。そして全体をなじませていきます。プリンセスサリーね、すっごくパラッとなりやすいので、ひたすら弱火でやっています。こんな感じでパラッとなったら完成です。すごくねいいですよね。こうやってね、私今回これまかない作ってるので、5人分一気に作ってるんですけど、5人分のねチキンライスとか作るとべちゃべちゃになるじゃないですか。これがならないんでね、すごくいいです。はい、ということでガーリックライス完成しました。盛り付けをして、先ほど作った卵を乗せて完成です。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。今回使用したプリンセスサリーですが、概要欄から購入することができますので、気になる方はチェックしてみてください。そしてコメント高評価よろしくお願いします。作ったよというレポートも楽しみにしておりますので、作った方はぜひクックパッドの作レポに投稿してくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。